羽賀道也君はい。国民民主新緑風会の羽賀道也ですまず甲状腺癌の多発について質問をさせていただきます食品と暮らしの安全3月号資料の1ページから2ページをご覧いただきたいと思いますこちらには山形県でも定期的に診察を行ってくれています信頼されている寺沢医師の 記事が載っております寺沢先生によれば、原発事故後、約300にも上る症例数は、かつての数十倍にもなると、これまで100万人に1人いるかどうか程度だった甲状腺がん、原発事故後の約300にも上る症例数は、かつての数十倍にもなるということです。このように福島県で震災後 甲状腺がんが多発している原因を、環境大臣として何だと考えているか、教えてください山口環境大臣福島県県民健康調査、甲状腺検査により見つかった甲状腺がんについては、福島県の県民健康調査検討委員会や、あるいはアンスケア、 原子放射線の影響に関する国連科学委員会などの専門家会議により、現時点では放射線の影響とは考えにくいという趣旨の評価がなされています。2021年3月に公表されたアアンスケアの報告書では 見直された公衆の染料は2013年報告書と比較して減少、また同程度であり、放射線被曝が直接の原因となるような将来的な健康影響は見られそうにないと報告されています。また、被曝した子どもたちの間で甲状腺がんの検出数が大きく増加している原因は、放射線被曝ではなく、非常に感度が高い もしくは精度がいいスクリーニング技法がもたらした結果であると報告されていると承知していま羽賀君。そもそもこのスクリーニング自体が甲状腺がんが増えるのではないかと心配されて行われたという経緯がもちろんあのベースにはあります。さらににですねこの非常に感度が高いもしくは 精度がいいスクリーニングがもたらした結果だという報告ですけれども、仮に精度のいいスクリーニングの制度とすると、同じ子どもたちを検査した2巡目では、新たに甲状腺がんは見つからないか、極めて少ないはずですが、2巡目の検査でも、71人が悪性ないし、悪性疑いと診断されたことから考えると、 これ精度の良いスクリーニングが理由と考えるには、非常に無理があると考えられますが、えー、いかかがでしょうか山口大臣。まあこの今回、今回というか、この2011年の福島第一原発原子力発電所事故の後 行ったこの甲状腺検査これはもう対象者全員について、まあ、ある意味で相当広くやっているわけですから、まあ、そういう意味でこのいろんな数の問題もあると思います、他方、まあ、これはあの専門家の検知から、福島県の県民健康調査、甲状腺検査により、それを福島県の,この検討委員会、あるいはそのアンスケア、原子放射線の影響に関する国連科学委員会、 まあそこがしっかりした報告をしているということで、ご理解いただければと思いま羽賀君。この2巡目でも多かった説明にちょっとなってないという気がするんですね。で、えー、この寺澤先生のリポートにもですね、スクリーニング効果であれば、2巡目でがんは見つからないか、極めて少ないはずなのです。ところが巡目も 71人が悪性ないし悪性疑いと診断され、しかもそのうち33人は、2年前は異常なしと診断されていたということですし、この過剰診断という主張については、子どもたちの甲状腺がんの大部分の手術をしている、福島県立医大の鈴木伸一先生もまあ否定しているというんですが、大臣君、特に2年前、 精度の高いスクリーニングで見つかってるんだと言うんですが、33人は2年前には全く異常なしとされていた方が、2巡目で極めて深刻な状態にあるということが分かったということなんですかこれ、どう説明つくんでしょう環境省環境保健部長、上野田雅宏君お答えいたします、えっと、あのこの甲状腺検査でございますが、 チェルノブイリで甲状腺がんが子どもに増えたということを受けて、福島県でも同じようなことが起こるのかどうか、しっかりと見守っていかなければいけないということで、実施しているものでございます。で先行調査の116名については、これはあのおそらくは事故前にです、ね、もともと存在していたもの、それをまず先行調査として、検査の中で把握をしたと。 その後、2年おきに検査をする中で、一定数が見つかってきたということでございますが、この評価の仕方については、チェルノブイリでは、この事故後、数年、4、5年後にですね急激にこの発見される甲状腺がんの子どもが増えております。それが5倍とか10倍と、そのようなレベルで増えておりますので、そういったものと比べると、 今回、福島県で行われているこの甲状腺検査については、2回目の検査では71、3回目は31、4回目は36、その後は現在、まだちょっと途中ではありますけれども、3名というようなことで、急激にですね5倍とか10倍というようなことで、増えるような兆候は認められていないということでございます。羽賀君 あのよく政府の説明のときにです、ね、海洋区のように使われる科学的な根拠に基づいた正確な情報を言うんで、この情報だけが出てくるんですね、えー、このアンスケアというこの研究ですけれども、これ、大臣に再びお聞きしたいんですけれども、ではあの、政府として、えー、甲状腺が多発の原因は、過剰診断、スクリーニングだと、これ、断定をされたのか。 それからもう一つは、甲状腺がん多発、これはもう放射能の影響はないと、この原因の中からは排除したのかどうか、この2点だけを教えていただけますか、大臣どううでしょう山口大臣。まあこの専門家の福島県の県民健康調査検討委員会、あるいはアンスケア、その 報告書によって、この非常に感度が高い、もしくは精度がいいスクリーニング技法がもたらした結果、またあの、大きく増加している原因っていうのが放射線被曝ではないと、まあ、この辺は確かなもんだろうと思います。まあ、我々あの当時18歳以下の子どもたち全員に、この検査をされる福島県をサポートしているっていう立場ですけれども、 まあそのことに対して、これからも事態を子どもたちの気持ちに寄り添いながら、しっかりと見守っていきたいと思いま羽賀君。放射線の影響は原因の中から排除したのか、していないのか、これだけ教えてください。上,上野田簡潔にお願いしますとお答えいたします。 えっと、実はあの福島県以外の県でもです、ね、山梨県、青森県、長崎県、この3県において、2012年度に4365名の子どもに対して、同様の甲状腺検査を実施しております。でその結果につきましては、えっと、福島県とこの3県の間で,です、ね、結果が大きく異なるものではなかったと評価されておりまして。 えっとまあ、このスクリーニングで見つかった、福島県で見つかったものについて、えーまあ、放射線の影響であるということではなく、この関東の高い検査によるもの、えーまあ、小さいものを見つけたと、症状が出る前に、えーまあ、小さいものを見つけたと、まあ、そのような評価になったと理解しております羽賀君。現時点では放射線の影響は排除したと。 国はそう決定したということでいいんですね。上野田君お答えいたします。えっとあの国として判断したということではなくてですね。えっとこのデータについてはあのオープンにし、また国内外の専門家に評価をしていていただいているわけであります。えその中で、えー、国内外の専門家の、えー 判断としては、今のところあの放射線の影響とは考えにくいと、まあそのような評価がなされているというところでございます。あの、えー、福島県での甲状腺検査はですね、今後もあの実施していきますので、その中でまた新たな知見が得られれば、この専門家会議での議論また評価が変わる可能性は排除しておりません。羽賀君。 明らかに精度の高いスクリーニングでね、ああ先に見つけたんであれば、2巡目でこれだけ多くの方が見つかるはずはないわけで、あくまでもう一度、政府が好んで使うあの言葉を私からも送りたいと思います。科学的な根拠に基づいた正確な情報を求めることを国はしっかりとやってもらいたい。次に、東京電力に伺います。 えー、事故、現職事故を起こした東京電力は、この福島での甲状腺がんの多発と原発事故の間に因果関係があるのかないのか、えー、この辺はどう考えているのか、教えてください。東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長、森谷参考人。 東京電力ホールディングの森屋でございいいまますすよろししくお願いいたします福島第一原子力発電所の事故より11年経過している今もなお、福島県民の皆様はじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを改めてお詫び申し上げます。 お尋ねの件でございますが、当社といたしましては、福島県の県民健康調査をはじめとする国内外の調査において、現在までのところ、甲状腺がんと放射線被曝の関連は認められないという、そういう評価結果が出されているということを承知しております。以上です羽賀君あの。国はですね、疫学調査などはあまり行わないようですけれども、 東京電力として独自に調査を行うなんていう考えはございませんか、どうでしょうか。森屋参考人え。お答えいたします。えー、この…あの 放射線源と原子力のこの放射線の関係につきましては、あの福島県はじめあの国連のあの機関でやっているということでございますので、まあその評価結果というのを私どもはあの尊重してまいりたいと思います。以上です。羽賀君。はい、ありがとうございました。で、えー、この後後藤厚労大臣にお伺いしたいんですけれども。 私もあの議員になって3年弱あの、いろんな国会のルールは分からないちょっと驚いたんですけれども、やっぱり命を守る省庁なんで、厚労大臣にもぜひです、ね、この因果関係についても聞きたかったんですが、これは省庁別でいうと、環境省の担当であるということで、そういう質問はどうも厚労省はお答えできないということなものですから、質問を変えました。 過去や最近の国立がん研究センターのデータをもとに計算すると、小児甲状腺がんの罹患率が全国で上昇しているように考えられます。1998年から2007年のデータからすれば、0歳から19歳までの男女の罹患は100万人当たり2.1人でしたが、事故後の2010年のデータを取ると、100万人当たり6.68人に増えています。 全国的に小児甲状腺がんの患者数が増え、罹患率が上昇しているのではないでしょうか、厚労大臣の見解を伺いたい、また、特定の地域と限定せずにも、全国的な公示小甲状腺がんの罹患率の上昇があるとすれば、どのような原因があると考えているのでしょうか、お願いいたします。後藤厚生労働大臣 甲状腺がんに限らず、が、うん罹患者数、罹患率の推移を注視し、当該推移の要因について分析することは重要と考えております。このため、がん登録等の推進に関する法律に基づく、全国がん登録等のデータを用いまして、が、うん罹患者の実態把握を行っております。 国立がん研究センターのグループにより発表された論文によりますと、甲状腺がんについては、長期間にわたって、また小児を含め、全年齢層において、罹患者数と罹患率が増加傾向にあります。この論文では、甲状腺がんの罹患者数と罹患率の増加傾向の要因については、甲状腺がんのうち、 亡くなるまで症状が出ないようなものも発見されるようになったという、診断制度の向上の側面が大きいというふうに述べられております。 まあ全国がん登録等のデータを踏まえまして、国立がん研究センター、こうしたような判定もしているわけですけれども、引き続き甲状腺がんを含むがん対策の推進に取り組んでいきたいと思いま羽賀君まああの。このところ、やはりさまざまな影響で、がんが多くなっているということもありますので。 やはりあの化学物質が影響しているのかもしれない、す、え、べ、ー、てのことを含めてです、ね、えー、あらゆるがんについて、大規模な疫学調査、研究、もっと力を入れるべきではないかと思うんですが、厚労大臣、いかがでしょう厚生労働省健康局長、佐原康幸君お答えいたします。あのがん対策につきましては がん登録等の推進に関する法律に基づく全国がん登録、あるいは地域がん登録等を用いまして、これはあの甲状腺がんも含めまして、あのがんの罹患率、診療、それからその後の状況等の情報をあの収集、利活用して、そしてまあがん対策の充実に今、努めているところでございます。であのまたあのあの 国立研究開発法人、日本医療研究開発機構、いわゆる AMED というものがありまして、こちらでもがんの病態解明に関する研究を、あの革新的がん医療実用化研究事業というものの中であの推進をしているところであります。あの厚生労働省としては、引き続きあの、こういったがん登録でありますとか、あるいは、ということで、あるいはその研究の推進ということで、 がんの病態解明あるいはその実態の解明等を含めましてがん対策の推進に取り組んでまいりたいと考えております濵川君、まあ、放射線の影響を含めて化学物質さまざまな今影響がありますのでぜしっかりと命を守る対策を進めてもらいたいと思います次にこの甲状腺がんの多発の原因究明のためまあ事故に起因するものについては環境大臣ということですので 現在ですね、そういった調査、研究は行っているのでしょうか、またその疫学調査、研究の予算は、どこの省庁の予算でどれだけの金額なのか、教えていただけますでしょうか山口環境大臣。 環境省に関わるものということで、その福島県民の健康を長期的に見守り、将来にわたる健康の増進につなげていくために、国も782億円を拠出して、基金を増す作り、これを活用して福島県が県民健康調査を実施しているという方向です。こののののの県民健康調査の中で福島の子どもたちの向上線の状態を把握して 健康を見守ることを目的に、2011年3月11日時点でおおむね18歳以下の全県民を対象とした甲状腺の超音波検査が行われている、環境省はこれに財政的、技術的支援を実施しているという形で羽賀君、はいえー。チェルノブイリの原発事故では、甲状腺がんと一部の白血病については、被ばくとの因果関係が科学的に認められました。えー、原発事故後ですね 東日本全域に高い濃度の放射性物質が飛散、例えばキノコ、山菜の注意が呼びかけられる地域でいえば、東日本17都県、14都県ということもありますが、この広い地域で放射能汚染がかなりの、ある程度の濃度ではあったということです。この地域で甲状腺がんや白血病は増えているのか、いないのか、また福島以外でも、こうした疫学調査を行う必要があるのではないか。 またこうした調査は行われているのでしょうか環境省上野田保健部長お答えいたしますチェルノブイリ原発事故との関係でご指摘をいただきましたえっとアンスケアの2013年報告書では福島第一原発事故後の工場船吸収線量が チェルノブイリ事故後の線量よりも大幅に低いため、えー、福島県でチェルノブイリ原発事故のときのように、多数の放射線誘発性甲状腺がんが発生するというように考える必要はないと報告をされております。ままたあの2021年3月ののアアンスケアの報告書でははがんにつきましては 被爆した子どもたちの間で、甲状腺癌の検出数が大きく増加している原因は、放射線被爆ではないと報告をされ、また、ご指摘の白血病につきましては、現在まで福島県住民の小児期または成人の白血病発生率の過剰についての報告はないと報告をされております。また、あの、 福島県以外の県の状況ですけれども、これは先ほどご答弁申し上げましたが、2012年度に山梨県、青森県、長崎県の3県において、4365名の子どもに対し、福島県と同様の甲状腺検査を実施しておりますが、環境省の専門家会議による中間取りまとめにおいて、一時検査の有所見率について、 福島県と3県の結果が大きく異なるものではなかったと評価されております。なお、福島県周辺の県の状況でございますけれども、それぞれ有識者会議を開催するなどいたしまして、各地域の被爆状況等を踏まえた上えで、特別な健康調査は必要ないという見解が示されていると承知しております。濱君 今の答弁の中でも、福島県のように多発する恐れはないから、他は調べなくてもいいと。言いつつ、福島も、まあ原因は放射能ではないんだという。論理の矛盾があるということを指摘して、次の質問に、いきます。そして、当然ですね、あの被爆については。まあ、あの、少ない被爆でも、お、がんの発生率は正比例するのではないかと。いう学説もありますので、特に東日本では。 疫学調査が必要だということを申し述べて次の質問に参ります。三月十七日今年もですね立ち退きをめぐる訴訟が新たに起こされました福島県以外に避難していらっしゃる皆さんが次々とですね立ち退きを求められて全国各地で裁判になっています。この今年三一一提訴した例では。 えー、福島県はあ2017年の3月に、えー、申込書と契約概要を渡して、えー、東京都に避難している避難者に犯行をさせた後で、4月に入ってから正式な契約書を渡して、避難者が仕方なく契約書に同意せざるを得ない状況に陥れたと聞いています。4月になってきた、まあ、あの詳しいその、ね、契約書には、契約概要なかった2年住んだら必ず退去。 退去できないときには2倍の家賃が払うこのようなことがすでに住み始めてからあったということです、えー、ここで、えー、鈴木財務大臣に伺いたいんですけれども一般的に災害時に政府が国家公務員住宅を被災者に提供する枠組みについてご説明をお願いできますでしょうか鈴木財務大臣あの事実関係についてのお尋ねだと思いますが 災害発生時には災害救助法に基づき、被災権の判断によりまして、被災者に対して応急仮設住宅が供与され、被災県外におきましても、被災県からの要請を受けた各都道府県において、応急仮設住宅を供,給する供与することとされております。そしてお尋ねの国家公務員宿舎についてでありますけれども、 被災権などから応急仮設住宅の位置形態として、使用の要請があった場合には、財務省として国有財産法の規定に基づき、被災権などに使用許可を行い、実際に使っていただいておりました原発事故を受けて、福島などから避難してきた方々には、何らかのです、ね、家賃の安い住まいを提供することが、 国の義務ではないいかと思います実際に山形県に避難してらっしゃる福島の方には、県が公の住宅を安く提供して、避難してらっしゃる方からは非常に喜ばれてるんですが、えー、まあ国家公民住宅からも今、立ち退きを、まあ、これは福島県が迫っているということですが、迫られてる、これを受けて西銘復興大臣に伺いたいんですが、やっぱりあの安い住宅提供しましょうよ、困ってらっしゃる方にいかがでしょう。 西目大臣お答えいたしますいわゆる自主避難者に対しましては復興庁として国交省と連携して公営住宅への入居の円滑化の支援に取り組んできたところでありますまた福島県と連携して対象者を限らずに住宅の確保が困難な避難者には被災被災者支援総合交付金を通じて 全国26か所の生活再建支援拠点による住宅に関するものを含む、各種相談対応や、転居に向けた支援も実施してきたところであります。引き続き福島県と密に連携を取って、避難者の方々の生活再建を支援してまいりたいと考えております。濱君 ぜひあの県外に避難していらっしゃる方が裁判に訴えなければならないというようなことは非常に悲しいことだと思います手を差し伸べましょうよ大臣お願いします次に配布資料の三枚目をご覧ください甲状腺がん訴訟に原告として加わった当時子供でらした六人の声が仮名で書いてあります当時六歳から十六歳だった男女六人 自分たちはなぜ、まれで少ない病気である小児甲状腺がんになったのか、差別や偏見を恐れ、孤立してきた皆さんです。しかも、進学や就職といった人生の大切な時期に、手術や治療を経験し、苦労を重ねています。ようやく今回、この皆さんが声を上げてくれた、えー、その皆さんの声をちょっとここで紹介したいと思うんですね。ゆうたさん 今まで甲状腺がんにかかっていたことを誰にも言えず苦しんできました。原発事故はまだ終わっておらず、被害者である私たちが生きていく以上を続きます。それから、千尋さん、大学2年のときに甲状腺がんと診断されました。何も聞いていないのに、原発事故とは関係ありませんと言われ、なぜそう言い切れるのだろうとつらい気持ちになりました。ルイさん、私は再発を含む手術を4回。 アイソトープ治療を1回計5回の手術および入院を経験しました青井さん高校生のときに甲状腺がんの手術を受けましたその後再発遠隔転移もあり完治は難しい状況です将来がとても不安で結婚や出産など先のことは考えられないですこの裁判が他の甲状腺がんの皆さんの力になればと思っています小珀さん 中学2年生で甲状腺癌と言い渡されたとき、私は驚きました。2度目のときは驚くこともなく、ただただ残念と感じました。全摘をすると、半永久的に薬を飲まなくてはなりません。将来、健康な人と同じように安定した生活ができるよう、保証してほしいです、えー。この皆さんのですね、声を聞いて、えー、皆さん、 どう感じになるか、環境大臣いかがでしょう山口環境大臣、まあ。個別の訴訟のことに言及すべきではないんですけれども、この因果関係ということであれば、先ほど、福島県民健康調査の検討委員会、あるいはアンスケア、その報告のとおりだと思います。他方、まあ、患者さんののそれぞれぞ 気持ちに心心しして心からお前申し上げます、まあ、環境省としては、福島県が実施する甲状腺検査を含めた県民健康調査への財政的・技術的支援に加えて、二次検査を受け,る受けられる方への心のサポートの実施体制を強化する事業等を通じて、引き続き福島県の子どもさんたちの気持ちに寄り添ってまいりたいと思います羽賀君。西米復興大臣いかがでしょう 西目大臣まずは甲状腺癌と診断された患者とご家族の方々に心からお見舞いを申し上げます政府としましては福島県の子どもたちの気持ちに寄り添うべく甲状腺検査の対象者やご家族の不安に応えるため例えば二次検査を受ける方への心のサポートの実施体制を強化するなどの 事業を環境省におおいいててて行っていると承知をしております復興庁としましても、原発事故による放射線の健康影響に関する風評を払拭するため、正しい情報の国内外への発信に引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりま羽賀君あの。これで改めてね、因果関係はどうだということは一切問いませんが、 あのこうして甲状腺がんに悩んでらっしゃる皆さん、なかなかサポートもない、そして実はです、ね、このサポートをしているのが、民間の皆さんなんですね、3.11甲状腺がんこども基金では、えー、原発事故当時、18歳以下で1都15県に住んでいて、甲状腺がんと診断された方に10万円、再発転移して、 再就された方に10万円この給付を行っています。この自給者2020年2月現在、福島県で114人、福島県外で62人、176人です。あの東日本はやっぱり全体でですね、えー、増えている。これはあこの皆さんも寺沢医師もおっしゃってるように、えー、スクリーニングでは説明できないというんですね。ぜひ。えー さまざまなです、ねえー、県立医大検討委員会、福島県管轄観光庁,、えー、観光庁,官庁である、えー、環境省の関係者、正確な患者数に基づいた結論を出す努力を求めて、今日は厚労大臣も環境大臣も、復興大臣もいらっしゃいますので、えー、お願いを申し上げます。えー、次に 私のふるさと、山形県では事故後、10年たって初めてですね、10年たって、きのこが食品基準を超えて、出荷規制が行われました、10年もたってなんで、ちょっとやっぱり市民の皆さんも驚いた、それでも山形県は大羽山脈があり、比較的太平洋側や関東よりは汚染が低くて、 そういう規制がかかっているところが非常に少ないんですけれども、ただ、きのこについてだけは、ですねこれ、コウタケという非常に珍しいきのこが超えたんですが、きのこが超えると、すべてのきのこが全部出荷停止になってしまう、あるいは自粛になってしまう、しかも今度は解除するときには1品目ずつ、何年かかけて60品目とか、極めて解除のハードルが高いんですが、この辺の解除に向けてのルール、教えていただけますか。 農林水産省、森林野町林あ、林、ごめんなさい、林生部長。お答えいたします。食品の出荷制限につきましては、原子力災害対策本部が決定いたしました検査計画、出荷制限等の品目区域の設定解除の考え方に従いまして、食品衛生法に基づく放射性物質の基準値を超えないことが確認されたものについて、 解除を行っっててまい,ってございますこの原子力災害対策本部決定におきましては、野生のキノコや山菜については、管理の困難性等を考慮して検体数を増やす、検査結果が安定して基準値を下回ることが確認できるよう検査すると定められたことから、林野庁におきましては、学識経験者による検討や、それまでの解除事例等を踏まえまして、出荷制限の解除に向けたモニタリング検査が実態を踏まえて、 適切かつ円滑に行われるよう、平成27年11月に運用方針を定め、関係都県に通知をしたところでございます。この運用方針におきましては、会場判断の信頼性を確保する観点から、検体は市町村と会場予定区域の全域にわたる生育地からまんべんなく採取するとともに、60検体を目標とすることを基本としてございますが、この検体を採取する区域や検体数については、 地形、臨層等の生育条件や空間占領率、出荷実態等から一体性が認められる場合には、複数市町村を1区域として扱うことも検討する等の留意事項によりまして、実態を踏まえた弾力的な運用を可能としているところでございます。実際にこの弾力的運用の考え方を活用して、2027年11月には、長野県の5市町村の野生のマッサケ、 令和元年9月には、福島県の4町村の野生のマイタケが一括して解除されたところでございます。林園長にいたしましては、安全性を確認しつつ、野生のキノコや山菜等の出荷制限の解除が円滑に進むよう、こうした解除に向けた考え方を丁寧に説明するとともに、個別の相談に応じるなど、地域の実態を踏まえた対応が行われるよう、関係都県と一緒に取り組んでまいります。 安全を確保した上でのスムーズな解除の方法の改善もお願いをします3月15日の質問でもです、ね、西村大臣から関係省庁としっかり連携を取って対応していくというような回答もいただいています今日もあの厚労大臣それからです、ね、環境大臣来ていただきましたぜひ協力して命を守るために頑張っていただくことをお願いして質問を終わりますありがとうございました この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、若松兼重君が委員を辞任され、その補欠として、宮崎勝君が選任されました。